はい、皆さんこんにちは。イマージョン実践経営大学の藤井です。今日も実践経営大学で学んでいきましょう。今日はね、もう日本では2000年ぐらいから、ダイバーシティマネジメントって非常にね重要だって言われてますけども、ダイバーシティマネジメントでは政治理論が必要と、こんなお話をしたいと思います。まあね、政治理論とダイバーシティ、どちらか経営学でね教えるの理論違うんじゃないかと思います。私は、ね、非常に、ね、応用した方がいいと思ってますので、こんなお話をしたいと思います。まず自己紹介です。株式会社イマージョン、組織開発のコンサルタント会社を経営して、私も現役のコンサルタントです。千葉商科大学大学院で客員教授として経営学を教えています。人を大切にする経営学会常任理事務局長として取りまとめを行っています。まずですね、ダイバーシティマネジメントって何かっていうことなんですが、まあ、定義なんですけども、確認しましょう。企業が従業員の多様な個性で属性とかね、働く条件の違いなどを柔軟に受け入れて、多様性を生かしながら組織力を強化することって、まあ、こんなようなねことが、まあ、一般的に言われるんじゃないでしょうか。じゃあ、ね、ダイバーシティマネジメントの歴史をね、ちょっとアメリカと日本で両方で振り返ってみたいと思います。これはもう1960年代、ちょうどね、私が62年生まれですから生まれた頃なんですけども、まあ、今でもね、こういうの残ってます。まあ、昨年なんかも ね黒人がね、警察官がちょっと殺害したんじゃないかとかね、ちょっと行き過ぎたんじゃないかとか、差別じゃないかとか、こういうようなニュースも流れましたけども、白人男性中心の社会が当時のアメリカですね、1960年代。そうすると女性とか人種的なマイノリティ、これは黒人、それからヒスパニック、それから私たちも含めたアジア人ですね、のは雇用機会や昇進機会を制限された差別がの対象だったっていう時代だったんですよ。で、こういうのはまずいなということで、1964年何ができたかっていうと、新公民権法っていうのが施行されました。まあ、このようにね、キングさんだとかキング牧師だとかいろんな方がね、まあ、映画にもなって、ますよね。そしてね、社会的な差別のために年齢、それから性別、それから人種などによるね、一切の差別を禁止すると、こういうような、まあ、法律ができたわけですね。そして1970年代どうなったかっていうとね、さらにね、黒人社員だとか女性社員が差別を受けたことを理由に訴訟が始まります。で、訴訟が受けたらとね、法律が決まったわけですから、訴訟が受けるとどうなるかっていうと、企業が全面敗訴っていうね、まあ裁判されればされるほど負けちゃうっていうことが出てきたわけですね。そうするとどうしたらいいかっていうことなんだけど、裁判になってね、賠償これ大変ですから、特にアメリカって日本のね金額どころじゃないですから、賠償負担を減らすためというようなね、ある意味でリスクマネジメント的な理由、まあ、こんなことでね、このダイバーシティっていうのはね、推進されたと、こんなふうに言われてます。そして1980年代になるとどうなるかということになると、今度ね、そこに社会的な、責任みたいなことが、だん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 ね言われ始めてます。そうすると今度はね、企業イメージを高めて企業価値を向上する、まあ、これも本来の意味かどうか分かりませんけども、こんなことを目的に、まあ、1980年代は推進されてきたということですね。その中でね、1984年とかね、87年にワーク、フォース2000というね、労働白書が発表されます。で、これね、中身は何かっていうと、労働力が今後急速に、まあ、日本でも同じことが起こってますけども、高齢化、それから女性化していくと。白人男性の新規参入の割合が 47% から 15% に急速に減るといったことで、労働人口をカバーするために、そのためにいろんな、ね、方が社会会社でね勤めて働く、こんなことが重要だっていうんで、労働っていう観点からまた一つね、ダイバーシティっていうのが取り込まれました。そして2000年になると、さすがにね、グローバル化がどん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 進みます。そうすると異なる文化の、習慣を持つね企業同士が、まあ、共生するという、こんなことが発生しましてね、日本でも起きました。企業はね、成長発展に積極的に人材のね多様性を生かしていくことがむしろね重要だと。そして企業戦略としてもね、イノベーションが促進されたとか、いろんなプラス面もあるんで、企業の重要戦略として位置づけられるようになったのがようやく2000年ですね。まあ、ただね、ちょっと人権という観点からはね、まあどうかと思いますけど、まあ推進されることはいいことだと思います。じゃあ日本はどうかっていうことなんですけど、ダイバーシティマネジメントが言われ始めたのはちょうど2000年頃からですね。ただその前にね、
日本はアメリカほど人種の問題っていうのはそんなに多くありませんから、1985年、ちょうど私が社会に出た年ですけども、男女雇用、まあね、機会均等法が制定されました。まあ、ですからね、職場における男女の雇用の差を禁止ですけれども、まあ、これ今実際ね、まあ、現実はいくと完全に均等っていうわけにいかないんですよね。まあ、所得もだいぶ違いますよね、男性と女性じゃ、ということがあります。そして1999年、14年ぐらい経つと、この男女共同参画社会基本法が制定されて、そしてね、男女の人権を尊重することを義務付けられます。まあ、これはね、ただ米国のようにね、人種とか宗教とか、年齢とっていうのは、まあ、向こうほどですね、ありませんので、あくまでもここでも男女ということですね。そして2000年頃になると、これやっぱりダイバーシティマネジメントが注目されたわけですけども、その時にね、これは、まあ、立教にいらっしゃるのかな、谷口教授がですね、当時の助教授が早稲田時代に、このダイバーシティマネジメント、多様性を生かす組織っていう、こういう本が走りだったと思いますね、出されて私も読みました。そして日本の背景なんですけども、これもね、先ほどのアメリカとちょっと近しいところがあるんですけども、日本の労働人口っていうのは1995年がピークです。いわゆる働いてる人口ですね。まあ、ある程度の年齢だと、今定年延長になってますけども、引退されますから、あれあんまりね、まあ子供のうちからっていうのは働くわけにいきませんから、ちょうど労働人口が、生産人口が1995年がピークになってます。そしてその後ですね、また全体の人口も2008年でしたかね、ともに減ると、まあ、こんなことが起きてますんで、まあ、これはね、まあ、建前としてはね、ありますけれども、もう一つの目的としては、生産人口の減少をカバーするためだったのかなというようなことを言う人もいますというようなことがですね、このダイバーシティマネジメントで、言われていることですね。じゃあダイバーシティマネジメントの推進ってどうやったらいいのかということなんですね、今は背景ですから。まあ、これでリクートソリューションさんのホームページからちょっと引用させていただきますけれども、ステップ1は、会社上司は多様な働き方発想を許容する風土とか仕組みを構築する必要があります。まあ、それはそうでしょうね。そして、その中にもね、まあ、事業上ですね、必要性を明確にね、もう経営者としてもこのことをコミットメントすると、そしてね、多様性をね、保てる共通の価値観をきっちりね、作りましょうと、共有化しましょうと。そして役割分担、成果を明確にして、働き方の柔軟性、まあ、今介護でね、手助けはね、必要な家族もいらっしゃる方もいらっしゃるでしょう。それから子育てでも大変な方もいらっしゃるでしょう。そういうことも含めて、働き方の柔軟性を向上しましょう。それからフェアな成長機会を、まあ、男性だけがね、研修の機会が多いとかそんなんじゃなくて、やっぱりね、フェアな成長の機会を提供しましょうと、こんなことがね、ステップ1です。そしてステップ2で、社員は、効果効率的な働き方をもう実際実践して、そして、ステップ3、会社上司は多様性を生かす場や機会を提供するで、連携したか協働を促進したりして、支援していきましょうと、まあ、こんなことが、まあ、一般的にはね、多少、まあ、会社によって違うと思いますけども、こんなことが言われています。じゃあここでね、政治とはということで少しお話をしたいと思います。政治ってね、どんなイメージあるでしょうかね、どうでしょう。はい、なんか偉そうなこと言ってる人って、まあ、あんまりいいイメージ、まあ、で私がね、とか学会がお世話になってる政治の方はね、非常に本当にね、真摯な方多いんですけども、まあ、中にはこういう方もいらっしゃるでしょうね。そしてね、まあいろんなニュースありましたね。ロッキードから始まってね、まあ、リクルート事件、佐川、ね、金丸のゼネコン汚職、まあ、とうとうずっとありましたから、なんか汚職抱えたくない、まあ、こんなようなことがイメージとしてあるんじゃないでしょうか。そして権力、まあ、ってことありますね。そして営みっていうことになりますと、政府に関わること、あるいは政治が官僚は専門的にやってることってことは、ちょっと私たちと関係ないなっていう、こんなイメージがあると思いますけども、これね、まあ、政治に多少関わった方、勉強された方は本来の意味はご存知だと思いますけども、実は私たちが身近な場面において営んでいる、身近な日常実践の一つなんです。例えば社員旅行行くときに、どこ決めようか、行こうかって言ったときもね、いや海外がいいですよ、いやもうね、もうこういう時期だから国内でいいですよって、まあ、意見バラバラなんですね。まあ、
世代によっても違うと思いますし、その時にじゃあどういう決め方があるかっていうことなんですけども、はい、ジャイアン出てきましたね。これなんでかというと、発言力の大きい人は、例えば社長が決めちゃうとかね、まあ、こういうような決め方あるでしょう。これはいいかどうかは別として、そうするとね、どういうことが起きるかっていうと、こういうのはね、まあ、委任独裁っていう決め方ですね。でそのどういうことが起きるかっていうところですね。上司が決めると、ね、新社員とかね、まあ、割と発言力がまだまだ組織で低い方はちょっと不満に思うかもしれません。あるいはこういう決め方があります。社員が投票で多数決で決めるって、こういうことがあるかもしれませんね。そうすると、まあ、投票とか選挙方式なんですけども、これはね、少数派は不満に思っちゃうかもしれません。あるいはね、社員同士が好みを視聴者って決める、もうなんでこっちがいいんだ、なんで海外がいいんだ、なんで日本がいいんだ、なんでね、熱海がいいんだって、こんな風に決めるっていうことはどういうことがあるかっていうと、まあ、ある意味ね、先行充足っていう、こういう風に固い言葉で言うとありますけども、なかなか決まりません。なかなか決まりません。そしてね、じゃあ阿弥陀組で、まあね、もう恨みっこなしよと、こういう風に決めると、こういうの機会均等って言いますね。これみんなどれか選ぶわけですから、そうした時恨みっこなしよってやってもね、まあ、外れたら悔しいっていう、こういう思いがあるんですよね。これが実はですね、実は政治で実は身近なんですよ、本来は。ですからね、もともと日本なんてね、特に1億3000万もいるわけですから、そうするといろんな意見の方がいらっしゃって、政党もたくさんあるわけです。そういう意見を取りまとめて、みんながそうだよなというふうに納得性がいく結論を出すっていうのが本来の政治の役割なんですね。だからここが言いたかったことなんですけども、政治とは人々が集合的に拘束する正当な決定の形成であると、これが、まあ、政治理論でいうあの内容なんですよ。だからもう一回言いますよ、集合的で拘束するとか、決まったら従わないからなんでしょ、私だけ嫌だから社員旅行行かないっていうのはダメなんですよ、ね、意見言ったわけで、最終的には正当な決定の形式であると、こういうふうに言われてるんですよ。でこれっていうのはね、まあ難しい本が多いんですけども、私が読んだ中では一番この本分かりやすかったですね。ここから始める政治論という、こういう本があります。これね、割とね、あの身近な、さっきのね、社員旅行どこ行こうかっていうね、ことから書いてありますから、まあ、ご参考までに自己紹介しました。そしてね、政治に共通して見出される性質っていうのは、実はさっき言った、これ一番大事なんで繰り返しましたけど、集合的であることですね。これ集合の中には、さっきのダイバーシティじゃないですけど、いろんな人が入ってるってことですね。で、そうすると、正当な理由があって、ね、自分だけよくて他の人に、ね、危害を与えなくて、そして自分にとっても、ね、快適にある、いやそれだったらしょうがないな、納得ができると、こういうようなことを、まあ、みんなの、ね、意見を取りまとめていくというのは本来の政治の役割なんですよ。で拘束決定には基本的には従うことで持たない、まあ、決まったら、ね、それはやるというのは当然ですよね。そして正当性を持つということは、人々が受けられる決定である、あこれだったらしょうがないよなと、もうこのタイミングだったらしょうがないよなとかね、こういうふうに受けられるってことですね。例えばね、どうなんでしょう、校則、まあ学校ではね、茶髪はダメだとか、いろいろね、パーマはダメだとか、まあ、スカートの長さはどうだとか、いろんなこと言われてますけども、これが本当にね正当かなんてね、ちょっと考えてみたらね、あの分かると思います。あるいはね、私の中学生の時に頭は丸坊主でした。私の世代の人はね、結構私以外の中学校の時丸坊主でした。でもこれ今ね、丸坊主されるところ少ないんじゃないですかね。これも本当に正当性が持ったことだったかどうかっていうこともね、まあ、政治的に考えるとみんなは受けられるから、まあ、当時のね社会背景ってことも当然あるでしょう。でもね、本当に正当性持つかってことを考える必要があると思います。そしてあの政治家はね、政治論を評価するということでちょっと考えてみたいと思います。ドナルド・トランプさん、これどうでしょうか。これね、ちょっと、まあ、これね、いい面もあったと思いますけども、白人重視で、黒人、アジア、ヒスパニックに対して、ちょっとどうだったかなということでね、みんなのこの集合的っていう観点からは、ちょっと、まあまあ、たくさんのね、人口がいる国ですから、まあ、こういうの、ね、ちょっと偏っちゃう面があったかなという面は、まあ、トランプさんのちょっとね、あんまり良くない面の話だと思います。でもっとね、私ちょっとね、これ本当に、まあ、何回か YouTube でありましたけど、連これすごい怒ってますね、まあ、よくイメージしやすい顔ですね。連邦議員なんですけども、これね、
これ、あのね、 SNS で、国会議員は上級国民と、発散されているんですよ。えらい迷惑だすよ私たちとかね。それから、首相に対する発言は批判ばかり、中身がないと逆にね、いろんな方からネット上でも批判されてますね。私はね、これもね、何かというと、みんなを取りまとめていく、みんなの意見をね、この集合的、それから拘束力がある、ね、それから正当性を持つということで、みんながね、納得するような結論を出していくっていうのは 本来の政治の役割であって、批判するっていうのは、まあちょっと私は正直言ってね、政治やってないなと思いますね。ですから政治の政治上、集合的、まあ、拘束正当性に合っているとはとても思えないんで、私は、まあ、レオンさんがね、会ったこともありませんし、別にね、あれですけど、この行為だけ見ていると、ひょっとしたら聞い取られた放映かもしれませんけども、とてもね、私はちょっと、たくさんの、ね、税金を払って、こういう議員の方がねやられてるのはちょっと納得できないなというふうに思います。ということで今日のまとめをしたいと思います。ちょっとね、5つほどありますけど、人が集まると何かを決めるにもね、価値観が違います。それから見ている風景も違います、まあ、経済的に考える方、それから、ね、どっちかというと快適性とか、いろんなね、考え方があります。いろんな立場があります。中でなかなか全員が、満足することはできません。そしてね、ダイバーシティ時代に向かって、ね、ますますね、まあ、ダイバーシティのマネジメントが重要になってきてるし、いい面もあるんですよ。いい面もあって、イノベーションが起きるとかね、いい面もあるんです。そしてダイバーシティマネジメント、多様性を受け入れるだけじゃなくて、多くの人が、まあ、納得する方針が必要だと、あるいはそういうプロセスが必要だということは、とても重要だと思います。その中で政治は政府が行うことに限らず、日常、それは企業経営でもとても重要なんで、政治の性質である、もう繰り返しになりますね、重要なんで、集合的、拘束力、そして正当性の観点からぜひね、ダイバーシティマネジメントをね、単に多様性を受け入れるっていうところにとどまらずにね、それを今度生かしていく、ダイバーシティマネジメントを生かして成果につなげていくってことにね、つなげていただければということで、今日はお話をしました。まあ、こうしたね、私は、特に経営っていうのは学際的なものだと思ってますんで、一つの学問を勉強すればいいっていうふうに思ってませんので、いろんなね、普通の経営学で、ね、まあ、あんまり習わないようなことも、また政治のなんかそんなに習わないと思いますけどね、こういうものを組み合わせることが重要だと思ってますんで、今日はダイバーシティマネジメントではね、政治理論が必要と、こういうお話をしました。まあ、こうしたね、実際の問題解決するためにどうしたらいいかというような話、それからニュースになっていること、企業事例、経営学のだけじゃなくてね、まあ、他の学問にちょっと幅広げてね、情報提供していますので、ぜひ一緒に学びましょう。よかったら、チャンネル登録お願いします。今日もご清聴ありがとうございました。